どうもシャーペンです。今回は進撃の巨人コラボ第2弾開催中なんですけども、今年の2弾コラボ見てると結構不安というかどうしたってなってますね。ハガレンもそうでしたけども、なんか明らかに性能が調整されてる感が否めなくて賛否両論になるのは仕方ないのかなと思っているんですけども、ただ進撃に関してはこれに加えて、1弾コラボがすごかったってのも今回ちょっと色々言われてる原因な気しますね。当時はまあエレンはあれでしたけども、リヴァイはもちろんのことミカサも強かったんで、平均値が高かったんですよね。で実際後からエレンも天魔8で仕事をもらって、もう正真正銘全員当たりキャラクターって作品だったんですけど、こういうコラボを紹介する動画毎年やってまして、だいたいここ1年間で開催されたコラボの中でもう強さの平均値が高いというか、みんな当たりじゃんっていうぐらいの作品をもう最強コラボ作品として紹介していこうかなと思います。ただこれも完全主観なんで、しかもなんなら僕のさじ加減で将来制約のキャラクターを評価することがあるんで、もうこれは僕の勝手な意見と捉えてください。ほんと皆さんの意見はコメント欄からどうしよう。このコラボ作品強かったねって思い出とかありましたら教えていただけると幸いです。これ以前紹介した作品なんですけども、こちらでありまして、進撃の巨人もちろんのこと、今年の2弾を見ているとハンターハンターワードリの2弾でも強かったことが伺いましたね、ということだったんですけど、さらにここに追加したい作品はこちらでございます。はい、まずは2022年5月頃に開催されたスパイファミリーコラボですね。性能を振り返ると、ロイド・フォージャー、地雷魔法陣原則壁の3種のギミック対応に、そのうち2つは超アビリティで、なおかつバイタルキラー M もあって時間の繰り加速を強化している。で、友情コンボの方も友情ブーストで強化しておりまして、なんなら超バランス型の影響で、対非属性にはより強く出られますし、中央拡大爆破弾での誘発性能も兼ね備えてますね。で、そして極めつけは SS の大号令、弱点露出、ボス必中の割合効果って、SS のスペックで言ったらもう屈指の、最強キャラクターと呼べる代物でありまして、あまりにもハイスペックだったので、目立った仕事はもらえずに、抑えられると思っていたんですけども、それも破って、コラボの超究極とか、天満6で無理やりそのゲージを持ってくぐらいの SS で活躍する姿が、2022年も印象的だったんですけども、今年に入ってなんとジャルジメルトでついに明確な、仕事をもらいまして、遺憾なく発揮しましたし、とあるキャラクターによってちょっとまた評価難しくなってますけども、今年に入っての活躍はすごかったですね。で次がヨルフォージャー、3種のギミックに対応するだけでなく、無属性からの攻撃を半減したり、毒無効だったりと便利なアビリティを複数持ってますし、エナジーボールには超バランス型のバイスも乗っかって、対貴族性の一撃の火力は高い。で、しかも SS の追撃は弱点露出の効果も相まって、弱点当てやすいですし、なんならゲージを外して減速壁に引っかかって当てることできるんですけど、その際このゲージバイス保持で、攻撃力も下がらないんで、かなり噛み合ったアビリティと言えますね。で、実装段階では貴族性の校内のクエストを大体ワンパンしていったんですけども、その後の難関クエストである天魔の8ではギミック対応してないんですけども、クエストの使用上動けるところはいっぱいありますし、しかもうまく決まったらゲージ飛ばしワンパン狙えたっていう、救世主でした。ただ天魔8の鉄線も増えて、今年に入ってからロイドが評価される印象強いですけど、やっぱり前世紀はすごかったと思いますね。そして最後がアーニャ・フォージャー、まだまだ将来性の塊である転送壁を含む3種のギミックに対応していて、自分の火力としてはかなり低い、超アビリティないですし、友情コンボの威力は両方ともゼロなんですけど、ただその代わりにもサポート抜群、味方を加速させつつ、友情コンボの威力を上げて、しかも SS も短縮できる、で自分の SS もかなりもう効果も豊富という感じで、もうちょっとで1年経過しても未だに明確な仕事もらえてないんですけども、ただもう秒読み、もういつ来てもおかしくないぐらい光属性ダメの転送壁のセットは増えてまして、ここで獲得する仕事によっても一気に評価上がる可能性ってのを秘めてますね。でここまでサポートに振ってくれると、あと3体はもう完全火力目当てで編成するってなりますし、かなり期待しているキャラクターでございます。ということでスパイファミリーコラボはラブライブに続いて、フラパ直前の鳥獣神祭とのコラボでありまして、タイミングとしてはもう相当引きづらい、なんなら5月は前半にコナンコラボもあったんで、だったんですけども、当時かなり早い段階でもスパイファミリーって流行作品とコラボしていて、なおかつ性能面でも惹かれた方は多いんではないでしょうか。でしかも鳥獣コラボってのもあって、ネオと一緒に狙えたっていうね、実際ラブライブコラボも一緒にアルセーヌ狙えて、でラブライブのキャラクターも後々評価されたように思えるんで、この鳥獣形式のコラボは結構当たりが多いというか、もしかしたら今年またあるかもしれないですけども、ちょっと頑張ってでも引く価値はあるんじゃないかなと思いましたね。続きまして2022年9月頃に開催されたタイガー&バニー2コラボ、まずはワイルドタイガー&バーナビー、停止後の SS の追撃の仕様としてはもうボス必中で、なおかつ、デクとかと一緒でもどこを殴っても弱点扱いというもので、お手軽なんですよ。とりあえず SS を打ってボスが撤退しなかったらも勝手に飛んでいくんで、手軽に火力を出せる SS なんですけども、しかもこれを SS 弾ブーストによっても敵を倒すごとに短縮できるんで、これは強みですね。あとアビリティとか、超バランス型の影響もあって、道中での火力も十分ありますね。元から茨城とかアナスタシアアルファがいたとはいえ、もサマを完全に破壊したキャラクターでありまして、これを超えるサマ徹底のキャラクターも現れないではないぐらいハマってる、もう絶級トーナメント永久就職、毎回サマ来るわけではないですけど、で僕今のところサマ2回決勝来たな、関係ない話は置いといて、
いやでも SS のワンパン能力は未だに玄関と適用、もうなんなら直近のL&G クでも強かったんで、まあ、まだまだ活躍していくんではないでしょうか。で次がブルーローズ&ゴールデンライアン、こちらも特徴は SS でありまして、まあ、遅延の効果に加えて、まあ、対象に触れた敵を行うんですけども、まあ、範囲追撃、周りの敵も巻き込める、しかもこの追撃には割合効果もあって、まあ、2段階目の割合パーセンテージは脅威 45% っていう、これぶっ壊れてますね振り返ってみると。まあ、しかもこの SS を壁 SS で短縮って短縮していいんかっていう、まあ、自身も貫通スピード型で壁触れやすいですし、まあ、これここ最近のまあ条件付きの割合効果とか、まあ、そもそも割合パーセンテージ低めのキャラクターもいますし、現環境かなり割合 SS 環境ってのもあってどんどん追加されてるんですけども、まあ、ただ実装されるたびにこのブルーローズのやつはまあ無条件で、まあ、2段階さえ食べたら 45% っていうもうヤバさを実感しますね。でしかもただただこの強い SS を持ってるだけでなく、仕事としてもカルニベで、まあ、完全リミック対応でありまして、まあ、そこは反射ゲーなんですけども、それをもろともしない、もうこの SS 無理で持っていけるってことで、まあ、これ実際モンストの最強 SS 何ですかって聞かれた時にこれって答える人は、まあ、いそうですよね。それぐらい強いなということを最近再確認しているキャラクターでございます。でそして最後がファイアーエンブレム&スカイハイ、転送カバで含む3種のリミック対応に2種のブレイカーアビリティと結構希少性が高いアビリティですね。で2回出せる砲撃型の友情コンボは超強オールスルーバレットでありまして、まあ、これはちょっと思ったよりも強いというか舐めてましたね。まあ、ただ SS はオールアンチに加えて割合効果もあるんですけども、近くの敵に追撃でしかもちょっと扱いづらい仕様にはなってますね。まあ、一応活躍した場面としては貴重なバルハラの初回徹底でありまして、壊せて割合効果で無理やり削れるっていう利点があったんですけど、ただまあ現状ではちょっと後続の徹底キャラクターに抜かれてしまってますね。まあ、ただ言ってもまだワープ転送越え方面ありますし、まあ、あとこのブレイカーが刺さる可能性ってのもあるんで、まだ秘めてるとは思ってますね。まあということで、ワイルドタイガーとブルーローズはハイスペックというだけで終わらずに、しっかり活かせるクエストがあって、まあファイアーエンブレムはちょっと今仕事ないですけども、ワンチャンって感じなんで。いやでもワンピースコラボの直後っていうのもあったんですけども、この3体を無料50連で狙えたってのは激アツでしたね。で続いてが2023年1月頃に開催されたガンダムシリーズとのコラボと、まずはアムロレイ&ニューガンダム。まずここ最近のアマタの強キャラクターが持っていた反射超バランス型ドレインのセットがありまして、でしかもアムロは初のドレイン M っていう回復量が上がってますね。で火力を強化するアビリティも枚数が投球最大の EL 超減速壁に、まあ、パワーオーラっていう、まあ、かなり汎用性が高い火力強化で友情コンボにも乗ってくると。でそして SS には直殴りと割合効果もあって、まあ、かなり安定した削りが可能となっておりますね。で仕事としては天魔の4がありまして、さすがにまあニュートンアルファを超えろとは言わなかった、まあ、あれはちょっと火力に関してはもう完成してぐらいと言えるんで難しかったんですけども、ただアムロは安定感抜群、まあ、ブロック対応によって、まあ、雑魚の処理がしやすくてその時にはまるんで勝手に奴隷によって回復もしますし、で削りに関しても割合効果があるんで一気にボスをやれることもあるんで、もう一気にクリア率が上昇しました。まあ、少なくとも火ダメで負けることはなくなった、ほぼ天魔4永久就職と言えますし、他のクエストでもちょっと使いたいぐらいのやっぱ超バランス型ドレイン M なんで、ドレイン M もこっからつくことはあるんですかね。で次がキラヤマト&フリーダムガンダム、転送壁含む3種のギミック対応に火力を強化するものは超アンチワープパワーモードで、友情コンボの高スピアップは便利ですね。でそして短縮できる SS はボスヒッチのレーザー追撃、まあ、これは非直殴りなんで高難度では火力は出しづらいんですけども、ただ最後に画面全体への割合効果を行うっていう、ここは優秀です、ね、まさに転送壁対応のハイスペック将来性枠なんですけども、まあ、ただ早くもタモアンちゃん爆絶ので強さを見せまして、まあ、あの感じはこれからもまだ戦えそうということで、今後の転送壁主体のクエストでもどんどん起用していきたいですね。結局割合 SS 加速友情は優秀で、そして最後がバナージリンクス&ユニコーンガンダム、転送壁含む3種の壁に対応しておりまして、まあアビリティはかなり特徴的、まあノーダメヒールっていう結構希少かつ地味に強いアビリティを持ってまして、であとアビリティだけでなくも SS も豊富というか、もうブースト効果オールアンチ で追撃と、まあ追撃はちょっと近くの敵なんで当てづらくはあるんですけども、まあ、ただブースト効果長めに続くんでこっちが主軸とも言えますし、まあそれによって友情コンボも強化される。で元から超バランス型の倍率が乗っかる2種の非属性友情で、まあ、とにかく対非属性への殲滅力が高いですね。ただ非属性のこのギミック対応ライバルは強力なんで最適クエストって今のところないんですけども、今のところ仕事が多いダメを減速壁方面で活躍していて、まあ、しかも同時に転送壁方面での将来性も狙えるっていう、逆に今この辺のギミック対応のライバルを持っていなかったらもう相当便利なキャラクターですね。ということで天魔適性のアムロ、まあ、将来性枠だけでも早くも頭角を現し始めたキラーで、今のところ仕事が多いバナージって、これ3体とも何かしら分かりやすい強みが今のところあって、いや今回この議題にぴったりというか、みんな当たりと言える優等生揃いのコラボだったように思いますね。
で、そして最後が3月頃に開催された転生したらスライムだった件コラボ、まずはリムルテンペスト、重力ウィンド減速壁ワープの4種ギミックに対応しつつ、まあ、高所を強化するアビリティも2つの超アビリティに、まあ、バリアでヒラメを軽減で回復とソウルスティールで、まあ、HP の回復も可能っていう。で、 SS は高い自評価倍率に加えて最後は特殊ですけども画面全体割合っていうので、まあ、これも安定した火力を出せますし、で、友情コンボは超バランス型の倍率が乗るチェイススフィアで対非属性への殲滅力が抜群で誘発も可能って、もうどれを取っても隙がないですね。で、もう皆さんご存知の通り、玄関境の超高難度クエストである天魔の古城の第1の間第6の間のこれ2階層を破壊するっていう、もう1個を壊すだけでも十二分なのに、それ2つやるってのはもう異常事態と言わざるを得ないですね。で、もちろんその天魔にとどまらずに他の非属性のクエストもほとんど網羅しているんですけど、ただこの状況でなんとワタツミっていう最高の相方を手に入れまして、これ去年のもうネオのような、まあ、状況というか、まあ、手がつけられない気がしますね。コラボでこれ出してよかったのかっていうね、これからモンストを始める人が手に入んないっていうのはちょっと気の毒に思いちゃうぐらいの性能に思いますね。で、次がベニマル。転送壁を含む3種のギミック対応に火力を強化するアビリティは、まあ、2種の超アビリティと、まあ、2種のキラーでかなり豊富に持ってまして、まあ、SS の追撃はそこまでではあるんですけど、ただ8ターンから打てるんで、もう回転率の高い自強化の SS と考えたらもう便利ですね。ただ結局はもう転送壁次第のキャラクターなんですけど、ただこれアビリティ噛み合うと結構一強になる可能性があるっていう、まあこういうところがニュートンアルファを彷彿とさせるなっていう。たださすがに現在入手不可能で今後の入手もわからないんで、まあ、天魔とか豪絶性ハマることはないと思ってるんですけど、個人的にはちょっといいところでハマるクエストは来るんじゃないかなと思っております。で、そして最後がシオン。こちらも転送壁を含む3種のギミックに対応していて、そのうち2つは超アビリティでも弱点キラーで、時間殴りと、まあ、友情コンボ強化している。で、短縮できる SS は弱点露出に加えて、まあ、追撃は近くの敵ではあるんですけども、時間殴りと割合効果もあるこのハイブリッド追撃っていうんですかね。ただ、時間殴りの倍率は低めなんで、まあ、どっちかといったら、まあ、割合の方が軸というか、まあ、それと弱点露出。ワンパン系ではなく、まあ、便利系な SS ですかね。同じく将来性枠でありまして、まあ、ベニマルと比較するとスペックは低めではあるんですけども、ただ、まあ、替えの効きづらい点が多いなというか、まあ、シールドブレーカーとか毒友情を持ち、まあ、短縮できる弱点露出割合効果ってので、それが多くて、しかも同対応のダメを転送壁ワープ転送壁のキャラクターも相当怪しいんで、これはその天魔とか豪絶の初回テストになる可能性が高いように思ってますね。後から限定キャラクター出してこれを超えるキャラクターを作りやすいと思うんで、まあ、その点からいい仕事を取りそうなのはベニマルよりシオンかなと思っております。ということで現段階の評価としてもリムルがもう歴代のコラボキャラクターで見ても飛び抜けてる状況で、まあ、言ったらベニマルシオンはもうよくある将来性枠で、まあ、評価しづらいんですけども、期待はしやすいですし、まあ、ちょっとリムルがいるって影響で今回特別に選出ですね。現段階の平均点を取るかもしれないですけども、まあ、期待を込めてって感じで、以上なんですけども、他の候補はこんな感じで、まあ、全然この3作品も選んでいいと思いますね。チェーンソーマン、マドマリアも1体飛び抜けてるタイプで、転送壁対応のキャラクターが言うても共通してますけどね。で、アキもキラと一緒に転送壁方面で爆絶する活躍したんで評価高いですけども、ただまあ両方ともこのもう1体チェーンソーマンのパワーとマドマリのホムラ、今のところ評価もしづらくて、まあ、今後もアビリティの影響で活躍難しそうだなってことでちょっと外しちゃいましたね。ということなんですけど、これ完全に僕の主観でありますので、ぜひコメントなんか皆さんが思う最強のコラボの作品がありましたら、どんどん教えていただけると嬉しいです。あと次にチャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。これからもぜひ、ではご視聴ありがとうございました。さようなら最強。